エゴタ店、株式会社社の R は日本の喫茶店コーポレートチェーン運営企業である。東京都に本社を置き全国に展開するコーヒーショップチェーンを経営する会社である。店舗はフランチャイズチェーン方式での展開ではなくコーポレートチェーン方式、レギュラーチェーン方式で展開している。創業者中村治がフランスの中世紀にパリの新進経営の芸術家たちが モンマルトルの丘のふもとにあるシャノアールというカフェに集い、雑談や議論を交わしていたとされているのを聞き、日本にもカフェ文化を根付かせたく、カフェ事業を始めた。カフェ文化の香りを受け継ぐ意味で、社名と店舗名をシャノアールとした。フルサービス方式を採用した喫茶店で東京都福生市にコーヒー感シャノアール1号店を開店した。社名の由来ともなった。 フルサービス方式の業態で1965年に営業を始め、現在は東京、神奈川、千葉、埼玉県内で23店展開する。商品情報、編集主なドリンクメニュー主なデザートメニューサンドイッチ、サラダメニューモーニングメニュー、カフェベローチェはセルフサービス方式を採用したカフェである。店名のベローチェはイタリア語の迅速で、 スピーディな提供サービスを目指して全店を直営している。コーヒーを中心としたドリンクメニューのほかサンドイッチなどを店内調理し、焼き菓子やデニッシュ、ケーキなどのフードメニューを揃える。ブレンドコーヒー M サイズを1杯200円で販売するなど商品は低価格に設定されている。ブレンドコーヒーなどを提供するマグカップはカフェベローチェに2003年4月から導入。 エスプレッソ系ドリンクは全自動マシンではなく一杯ずつミルクをスチーミングしフォームドミルクを作り販売している。一部でエスプレッソとエスプレッソ系ドリンクを取り扱っていない店舗もある。出店開始当初の店舗は効率を重視したレイアウトでハイチェアを配した小型店が多かったが現在は比較的大規模店で席がゆったりしている店舗が主流である。 一部店舗はソファーを配置するなど、くつろぎの空間を演出する店舗が主体である。商品情報、編集主なドリンクメニュー主なフードメニューデザートメニュー、ケーキメニュー及び季節メニューその他店名の、コロテはイタリア語で、宮廷や中庭を意味している。イタリアは、日差しが強く宮廷にはカフェを楽しむ中庭があった。メニューが、コーヒーだけでなく、アルコール類も充実している。 カフェバーで7時から18時はセルフサービス、18時以降はテーブルサービスで営業する。2008年に東京都赤坂に本格的なイタリアンバールとして1号店を開店したが、イタリアと生活習慣が異なる国内では浸透が難しく、現在は業態をカフェバーに変更して東京都日本橋に1店舗運営している。商品情報。 編集18時までのセルフサービス、編集主なドリンクメニュー主なフードメニュータイムメニュー18時からのテーブルサービス、編集カクテルなど、ソフトドリンク公益財団法人日本、生産性本部が2009年より実施している日本版 CSI 顧客満足度指数で、カフェベローチェは2010年度、2011年度、2013年度において、 顧客満足度1位を獲得している。日本版 CSI は、日本のサービス産業の競争力強化と生産性向上を目的として、ある商品、サービスを購入、利用して、どのようにか。2013年、カフェベローチェで勤務していたパートタイマーが、雇用契約を終了したことの不当性と、鮮度という言葉で人格を傷つけられたとして、運営会社社の R を相手に、 雇用の継続と200万円の損害賠償金を求めて東京地裁に提出した。2016年2月16日、東京高裁で和解が成立した。ありがとうございます。